はい、こんにちは、116ウィンズです。今日はついに因縁の対決が実現しました。アストロズのサイン盗みが発覚してから初めて2017年のワールドシリーズの対戦カードであるアストロズとドジャースの試合が今日行われました。今更説明する必要もないかもしれませんが、このオフシーズン中アストロズは2017年にサイン盗みをしていたことが当時アストロズに在籍していたマイク・ファイヤーズの告発によって発覚し、その後 MLB の調査が行われ、ジェフ・ルーのジェネラルマネージャー、そして AJ ・ヒンチ監督が2人とも1年間の職務停止、さらに罰金やドラフト指名権の剥奪など厳しいペナルティがアストロズに課せられました。で、このサイン盗みをしたとされる2017年というのはアストロズが世界一に輝いた年でして、その年のワールドシリーズでアストロズに敗れたのがこのドジャースというチームなんですね。ドジャース側からすれば不正によってワールドシリーズに敗れたと考えられますし、まあ言い方は悪いですけれども、ドジャースがアストロズを恨んでいても全くおかしくはない、そんな両チームの関係性なんですね。なのでこの両チームの対戦というのは果たして無事に終わるのかという点でも MLB ファンの注目を集めていたカードでしたが、やはりすんなりとはいきませんでした。試合の方はドジャースが5対2でアストロズを破りましたが、6回の裏に両チーム一触即発となる事態が発生しました。で、それを引き起こしたのがこちらに映っているジョー・ケリーというピッチャーなんですが、ケリーは6回の裏からこの試合登板して、ワンアウトを取った後アレックス・ブレグマンに対して3ボールノーストライクとピッチャー不利なカウントになったところで4球目速球をブレグマンの頭付近に投げ込んだんですね。幸いブレグマンに当たることはなかったんですが、明らかに意図を感じるようなボールではありましたね。で、その後2アウトとした後カルロス・コレアとケリーは対戦したんですが、コレアに対しても、まあ、変化球ではありましたが、先ほどのブレグマンと同様に頭付近にボールが行くということがあって、球場の雰囲気というのがちょっと異様なものになりましたね。で、これだけでケリーの暴走は止まらず、コレアを三振に取ってベンチに戻る際にはコレアを煽るような仕草をしまして、これに対してコレアも応戦、乱闘にはなりませんでしたが両軍ベンチが飛び出す事態になってしまいました。で、こちらがそのケリーのブレグマンとそしてコレアに対するボールの位置なんですけれども、まあ、ブレグマンに対してはもう明らかに96マイルの速球がこれまでの3球とは全く違う方向に行っていますし、まあ、コレアについては先ほども言いましたけれども変化球ということもあって意図してそのゾーンに行ったのかはちょっと断定はできないとは思いますが、ただ他のボールと比べて明らかにインサイド寄りでかつボールも浮いているということは見て取れるかなと思いますね。ケリーは試合後のインタビューで、まあ、わざとではなくて今日はボールをコントロールするまでに時間がかかってしまったとコメントしていましたし、また実際に他のボールなども見ても特に速球系があまり制御できていないなという印象はあったので、まあ、本人が認めていない以上わざとと決めつけることは難しいのかもしれませんが、ただやはりタイミングを考えると何か含みのあるボールだったんじゃないのかなと思いますね。ただまあここまで露骨にやるとは思いませんでしたね。ケリー自身マウンドを降りる際にはあまり悪びれる様子はなく、むしろ放送禁止用語を連発していましたし、まあ何かやってやるぞという思いが初めからあったのかなと個人的にはちょっと思ってしまいましたね。そして何よりこのアストロズとドジャースのカードにおいて何かが起きるんじゃないかというところは予想はされていたわけですよね。アストロズのサイン盗みが発覚してスプリングトレーニングに入った頃にはドジャースの選手たちがアストロズに対してかなり批判のコメントをしていましたし、特にコーディ・ベリンジャーについてはアストロズは我々からチャンピオンリングを盗んだとまではっきりとコメントを出していましたので、それぐらいドジャースから見たアストロズの印象というのは最悪だったわけですよね。で、ことをさらに悪化させてしまったのはこのベリンジャーのコメントに対してコレアが応戦して真実を知らないなら黙れと、少なくともサイン盗みをしたアストロズの選手から言ってはいけないようなコメントを出してしまって、こういったこともあってか両者の因縁っていうのは相当なものだったわけですね。またこれは個人的な推測に過ぎないのですが、以前アストロズが謝罪会見で炎上したという動画を上げたと思いますが、アストロズの選手たちの態度というところも他球団、特にドジャースのように直接的な被害を受けた球団にとってはやはり印象は良くなかったのかもしれませんね。なのでこの両チームが対戦する際にはもしかしたらドジャースの選手がアストロズの主力選手に対して報復としてデッドボールをぶつけるということは、まあ、ある程度予想はされていたのですが、まあ、やはり今回こういった事態になったと。しかしこれをケリーが実行したのはちょっと不思議でしたね。まあ、確かにケリーは非常に好戦的な投手として有名ですし、
レッドソックス時代にはヤンキースのタイラー・オースティン、まあ今ベイスターズでプレイしていますけれども、と乱闘を起こしたというのは非常に有名な話ですし、結構血の気の多い選手とはいえ、ただケリーは17年当時ドジャースに在籍していませんでしたので、少なくともワールドシリーズにおいて何か被害を受けたというわけでもないんですね。もちろんケリーが17年に在籍していたレッドソックスでは、ディビジョンシリーズでアストロズに負けましたので、まあそこに対する報復という可能性も否定はできないとは思いますが、ただまあドジャースの中で胃の一番にやる選手かと言われるとちょっと違うかなと思ったんですね。なんならケリーはアストロズの翌年2018年にこれまたこのオフシーズン中にサイン盗みが発覚してペナルティを課せられたレッドソックスに在籍してワールドチャンピオンに輝いていますので、あまりこうサイン盗みに関して何か他の選手に対して咎められる立場にあるのかというところもちょっと疑問ですかね。そういったこともあってか、まあ、ツイッターなど見てると今回のケリーの行動を称賛する人もいる一方で、いやお前がやるんかみたいな反応も、まあ、結構ありましたので、賛否両論なのかなと思いました。とまあケリーの行動には不可解な点がありますが、個人的に評価したいのはアストロズが比較的落ち着いてこの件を対処したところですかね。今回ブレグマン、そしてコレアという、まあ、主力打者に対して頭の近くという極めて危険なボールを投げ込まれたにもかかわらず、決して過剰反応はしなかったかなという印象ですね。ブレグマン、コレアにしても頭にボールが来たら多少は怒っても致し方ない場面だと個人的には思うんですけれども、そこは怒りをぐっとこらえて毅然とした態度で臨んでいたかなと思いますね。でその後ケリーが煽ったことに対して、まあ、コレアが応戦してしまったのは良くなかったとは思いますけれども、全体的にはケリーの行動に対してアストロズ側は大人の対応で臨んだと言えるんじゃないのかなと思いました。もちろんアストロズが2017年に犯した罪というのは球界全体に計り知れない悪影響を与えましたし、それによって野球選手としての職を失ってしまった選手というのもいるでしょうから、少なくとも MLB の文化を考えると報復を受けることは、まあ、多少やむを得ないところはあるとは思いますが、ただ今回はケリーがやりすぎですね。やはり頭に投げるのは明らかに一線を越えた行動だと思いますし、それはいくら相手が悪いことをしたからといって到底許されることではないと思うんですね。なのでアストロズの行いが許されるものではなかったにせよ、今回の件、少なくとも今日の試合におけるアストロズの行動というのはもっと評価されてもいいんじゃないのかなと私は思いました。またアストロズの投手陣がケリーのこの行動の後にデッドボールで応戦するということもなかったという点も良かったのかなと思いますね。ただ今日のアストロズの振る舞いが良かったにせよ、果たしてこのまま無事にドジャースとのカードが終わるかと言われると、まあそれも何とも言えないかなという感じですかね。ドジャースとの対戦は明日、そして9月中旬にロサンゼルスで2連戦と残り3試合予定されているところなんですが、初戦からこの感じだと正直無事に終わるとは全く思えないんですね。今日はなかったにせよ、アストロズがこの件で応戦し始めるともういよいよ収拾つかなくなるでしょうし、そうなった時に懸念されるのが、まあ今こういった情勢ですのでクラスターの発生ですよね。今日の試合でも両軍ベンチが飛び出した際にはかなり多数の選手、それからスタッフが密になっている状態でしたし、こういった乱闘騒ぎでクラスターがもし発生してしまえばもう目も当てられないですよね。ただでさえマーリンズが大量の選手の感染者を出してしまって今週いっぱいは試合ができないという状況に追い込まれている中、もしこういった乱闘騒ぎでクラスターが発生などの事態が起きてしまえば、それこそ MLB のシーズン続行に関わる重大な問題につながってきますので、今年に限ってはどうか何事もなく残りの直接対決3試合を終えてほしいなというところが個人的な願いですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。